はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。昨夜のデイリービルさんの YouTube ニコニコライブご覧いただきありがとうございました。YouTube アーカイブ動画も、現在20万再生超えと振るっております。拡散してくれた皆様もありがとうございました。全部で2時間やったんですけれども、後半はニコニコの有料チャンネルということで、月額880円なんですけれども、なんと880円でウィルが、月刊ウィルが1冊もらえるっちゅうですね。あれ、ウィル買うより安いんじゃないのかな。ちょっと不思議なことになっておりますけれども、どういう仕組みなのかな。ニコニコの蓋をするって言ってました。有料チャンネルで、会員しか見れないの蓋するって言ってましたけれども、後半の1時間でちょっと私山根さんをいじりすぎたので、もう呼ばれないかもしれないな。ちょっといじりすぎてしまいまして反省しております。私の親もこれ見てんですから勘弁してくださいって言われちゃったもんね。ジャーナリストの長谷川幸寛さん、河野太郎は裏口から政府の政策を動かそうとした。なんか裏技っていうか、卑怯な手使って国を左右しようとした、みたいに。どういう裏口なのかっていうと、本来一大臣の案件でしかない再エネタスクフォースが、どういうわけか、規制改革推進会議の答申にねじ込まれていた。で、一気に総理案件、内閣案件となってしまっていた。いうことなんですけれども、どういう手使ったんでしょうね。いつものように官僚を怒鳴りまくって、無理やりねじ込んだんでしょうかね。総理が見る総理案件、閣議決定の議題になるやつ、にねじ込んだ。河野太郎の、私的なね、会議でしかない再エネタスクフォースの提言が、なんとどういう手段だか、どういう技使ったんだか、総理案件に格上げになってたんですね。これおかしいよな、本当に。世論です。夕刊富士しか報道なくなってきたな。太郎、ネット運用が騒いでるだけ。玉金以外の政治家はだんまり。2007年、日中間は欧州のように電力施設をつないで一つになるべきだと発言していた。河野は信濃総区。なんでこんな売国度が粛清されないんだろう。EU が上海電力の追放開始。マスコミがちゃんと伝えないから問題が広がらない。河野の単なる私的会議が政策に大きな影響を与えるって大問題。河野一族自体がソ連中国共産党のスパイだし、私と同じようなこと言ってる人、結構いますね。再エネタスクフォースは本来一大臣としての河野太郎の私的な会議だった。なので人選も好き勝手やれて、国籍不明、重機ネットに名前がない、どっから生まれてきたのか、どっから湧いてきたのか、おめえは、いうような、木の股から出てきたのかっていう、大林美香を潜り込ませることもできた。一体どういう手段使ったか不明だが、その提言が内閣案件である規制改革推進会議の答申に採用されていた。これ閣議でみんなで見るんだって。内閣案件である規制改革推進会議は、総理の諮問を受けて民間人が議論を重ね、改革すべき点を、答申している。つまり総理の専売っていうか、総理の諮問を受けなきゃダメなんだ。総理の諮問を受けないで、河野太郎自身の提言と言っても過言ではない再エネタスクフォースの提言が規制改革推進会議の答申となり、閣議決定の議題となるのは大問題だ。言ってますね。長谷川さん、中国を利して日本の国益を害していたとしたら、河野氏の政治生命に関わるだろう。で、記事、締めてんですけど、私を訴えた時点で相当まずい立場になってますけどね。この記事も真実相当性の根拠として裁判官に読んでもらいます。提出種類は増える一方、決して減ることがない。どっかで線引かないと、切りないですね。しかし、一体どうして、総理案件にねじ込んだのか。ちょっと謎ですね。不明ですね。官僚を怒鳴りまくって、無理やりやったのかな、そんな気もするな、いうことで、政府の、
あの仕組みに詳しい長谷川さんだから見破ってくれた、いうことなんですけれどもね、パヨのもの、難民申請は2回までの新入管法に日本は難民認定率が異常に低いで対抗していくことに決めたようであります。現代ビジネス、今の日本の難民認定率は 2%、 仮放免という身分になると働けないし社会保障もないという状況において苦しめて帰らせようとしているとしか思えません。いや不法滞在なんだから帰れよ。何言ってんだよ、難民申請して居座んねて帰れよ、苦しめて帰らそうとしているしか思えません。何言ってんの、何言ってんのって。世論です。じゃあ困窮する前に帰ってもらわないとな。無制限に受け入れられるわけねえだろ。飛行機で日本に来る経済力で行くあてのない外国人とか笑える。結局は不法滞在者に在住資格を与えろって主張だった、このあの現代ビジネスの記事が、そういうことだった。難民じゃないから認定されないんでしょうよ。アメリカ行くと送還されるってテロリストに認定されてるだけじゃ。パスポート持ってて飛行機乗ってくる自称難民。日本の難民認定率が低いのは制度を悪用する不法入国者ばかりだからなのはもうバレバレだから。不法滞在者の支援団体は犯罪行為に手を貸してるってことだよね。だってね、あの不法滞在者は犯罪者なんだから、不法なんだからさ、犯罪者の支援団体って一体なんだそれ。これあの犯罪して服役して罪を償って出てきた人を支援するならわかるけど、今現在、進行中の犯罪者に支援する団体って一体何なんだって、疑問はありませんか。試験ですけど、現代ビジネスはまともな記事もあるが変な記事もあるな。どこにも行くあてがないって国でそういう状況になったのは自業自得だろって、犯罪者であるとか周囲と揉めたであるとか地元のヤクザに目つけられたとかそんなのばっかでしたよ。苦しめて帰らせようとしているとしか思いません。いや不法滞在の犯罪者なんだから一般人と違う扱い、多少苦しんでもしゃあないんじゃないの。それを不服っていうのはですね、苦しむ前に帰れよって。不法滞在者なんだからさ、ひろゆきさん言ってましたよ。不法滞在者で、その国の法律に守られないのはめちゃくちゃ辛いですよ。なんか盗まれても警察頼れないし、奴隷にされても文句言えないし、殺される可能性も高いしって。日本以外の国の不法滞在者はもっともっとずっとずっと苦しいし辛いらしいぞ。だからあの苦しむ前に諦めて帰れって話ですね。パヨのものが、日本は難民認定率が異常に低いで対抗していくことを察知した小野田紀美さん、小野田紀美参議院議員、民主党政権で難民申請すれば6ヶ月後から働けるように改悪された。労働目的の偽装難民申請が激増した。不法滞在者や犯罪者が難民申請するケースも多く、分母が多いので認定率が低い。平成30年に制度是正して、これを受けて難民申請も激減したが、一度緩い国だと思われた。ごねれば残れる国だと思われてしまった。なかなか元の状態に戻らない。民主党の負の遺産だこれは。試験です。やっぱ民主党ろくなもんじゃないですね。平成30年は2018年、安倍総理が戻してくれたんですね。その時にあの入管法も改正して欲しかったが、他に優先案件でもあったのかな、それともあのその頃の入管はまだ施設に余裕あって入れられたのかな。法改正したのに未だに日本には、偽装難民に甘い国って思われてるのが問題とのこと。日本はあの不法滞在者に厳しい国ですよ、辛いですよ、苦しいですよって宣伝していくのが効果的だと思うんですけど、まあマスゴミは絶対にやらなそうなんで、政府が予算つけて宣伝したらどうだ。日本の難民審査は厳しいです。偽装難民は見逃しません。偽装難民と確定した人はこれこれこういうこんな辛い目に遭いますって、外務省のサイトに載せるだけならそんなにお金もかかんないでしょ、今すぐやれって。法律に守られないイリーガルな存在になりますよと。奴隷にされても文句言えませんよ。犯罪の被害者になっても警察に駆け込めませんよ。ってやれって話。イスラム教徒20万人超え、気がつけば隣人。世論です。怖いんですけど、自分の神以外を認めない、同化しないイスラム以外認めない、情報を求めるが歩み寄らない。
親がイスラム教徒なら強制的にイスラム教徒にされて改宗したら死刑。聖戦の始まり。日本が住みずにくい、国日本づくりに励む自民党。無能な政治家を選ぶと国が滅ぶと。イスラム教はムハンマドが率いた武装集団の軍旗です。自分らは教団って名乗ってましたけれども、実態は軍団でした。ムハンマドの死後ですね、史上初のですね、武力によるアラビア半島統一を成し遂げました。武力による。だから軍団なんですよ。軍旗って考えれば、合点がいく教えがたくさんあります。回収したら死刑。勝手に軍を離脱したようなもんなので、まあ死刑かな、敵前逃亡だ、なんですね。女性だけで出歩いてはならない。敵の略奪、襲撃を恐れたんですよね。必ず男がつかないとダメ。一夫多妻。戦死して、男が足りないんで、しゃあないっつって、女の人余っちゃうんで、これ男に養ってもらわないと、だって外出歩けないんだもん。仕事もできないんだもん。家で家事やってるしかないんだもん。軍隊だから。時間を決めて礼拝。これは兵士にですね、時間という概念を叩き込むためですね。農民とか遊牧民は時間にルーズ。明るくなってきたら、なんかやろうとか、昼ぐらいになったらなんかやろうとか、ルーズ。これ産業革命後のですね、イギリスでも起こったことなんですけど、まあ農民とかは、時間っていうものが、概念が、ルーズ。夜明けに起きて、日暮れたら寝っかーぐらいの話で、だから教育とはっていうですね、義務教育を始めたのは、時間の感覚を叩き込むため。それは産業革命が起きて、工場労働者っていうですね、新しい身分が発生したため、というのを読んだ覚えがあります。他の宗教を認めない。他の勢力を認めてたら、戦争できないもんね。軍団だから、などなど、話し合って決めましょうの民主主義の対極にあるのがイスラム教であります、軍旗であります。イスラム教の国を民主化するのは不可能と考えます私、インドネシア民主主義のような体裁とってますけど、実質大統領独裁でしょ。シリアだって大統領独裁でしょ。選挙もやってんだかやってんのにねえんだから全然わかんないもんね。日本のような民主主義の国ですね、来ても軍旗守ろうとするのが大問題なんですよ。民主主義に不可欠なんですね、なーなーとか譲り合いとかの精神許さないんだから、近くにいるとこっちが貧屈なんですよ。茨城県、桜川市国際ムスリム霊園プロジェクト、なんか嫌な予感してきませんか。桜川市長から土葬許可を得ることに成功しました。市民の反対で計画中止の世論です。普通に迷惑すぎ。日本はイスラムの国ではない。よくやった。全国でも反対を。茨城県は警察も地元住民もまともで好感度上昇。なぜ大分県日出町は中止にできないのか謎。これを桜川で進めようとしていた議員って誰。日本では日本のルールに従え、信仰は自由だが教義を押し付ける自由はない。宗教を使った侵略を断固阻止と。水面下でバカや市長やバカな市長や議員をね、騙して金で釣って、土葬墓地推進してないか、全国各地で監視する必要ありますね、これね。日島市町長は、かたくなに中止にしねえから、金いっぱいもらったんでしょうね。桜川市長は、中止にしたから、もらった金が少なかったのか、それとも反対した市民が、自分にとって大事な人だった、という可能性も考えられます。土葬は自治体の許可が下りれば可能です。実は法律では禁止されてますけれども、許可が下りれば可能であります。人口密集地とか、日出町で問題になってる水源近くであるとかの諸事情を考慮して、まあ普通は許可されないんですよ。東京みたいな人口密集地なんかでは普通は許可されない。欧州でやってるようにですね、生前からお金積み立てて、亡くなったら本国に遺体送ってですね、埋葬してもらえよと。なんで日本でそれやんねんと。ごねればなんとかなる、賄賂でなんとかなるって、日本人舐めてんのかって話ですよね。その他のニュース、共産党田村委員長、自民党は党ぐるみの組織的犯罪で、末期的状況、裏金のことですかね。党躍進の歴史的チャンス。党躍進、自分とこ
それとも他の党、自民党がダメでも共産党は躍進しないよ今まで食い物にしてきた頭が弱い方々は令和に食われてるでしょ、自民党が末期的状況だったらあんたらもっとずっとずっともっともっとずっとずっと末期的だよね笑っちゃうんですけど、とある令和信者、リアルで友達に令和新選組をおすすめしても冗談でしょ、ネタで言ってんでしょみたいな扱いされて辛い友達がまともでよかったじゃん、大事にしないと、それともこの人は友達って思ってるけど向こうはそうは思ってねえかもしれないですね、これに心折れずにですね、周囲にどんどん令和を進めてどんどん友達減らしてねっていう、トルコ政府に弾圧されているとして難民申請していた男がひき逃げをしてトルコに逃げようとしたところ空港で逮捕。弾圧されてるって嘘でしょ、分かったか和田政宗この野郎、日刊現代、小林製薬は39年間で1391万円も自民党に献金していた、ギャオーン、日本中知らない人いないですね、小林製薬ともあろう大企業はですね、年間50万、39年間で約1400万ってそういうことだよね、年間50万だったら大した額じゃないんじゃないの、日本大使は毎年毎年河野太郎に400万円献金してるよ、普通の株式会社なら、なんで河野にばっかりって株主から文句が出そうな件ですけれども、日本大使の株主はですね11人しかいなくて全部河野一族と関係者で文句出ようがないですね、太郎自身も 3.6% の株主だしね、太陽光パネルが売れれば儲かる会社の株主が大臣やってて太陽光を推進してるってやばくね、ダメじゃね、利益誘導してない自分の会社に、株主本人なんだよ、おかしくないこれ、私はおかしいと思うな。日刊現代中部版4月中旬から、休刊決定紙もインクも上がってるからしゃあないですね、もう本誌も休刊廃業にしたら、読者はさ情弱の高齢者しかいなさそうだし、続けてもお先真っ暗でしょ、紙の新聞なんてさ、日刊現代は新聞ですらないですけどね、日刊現代新聞って誤解されてる方いらっしゃるかもしれないですけど、日刊現代は新聞協会に入っておらず新聞扱いじゃないそうです、タブロイドっていうか、なんて言うんだろうな、勝手に売ってる勝手な紙っていう、位置づけでしょうか、日刊紙っていうんですかね、というわけで、チャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。